Hey, what's up, guys? Indian Sensei, welcome back to another episode of Chainsaw Man, and we are gonna react to episode 2 today. So first episode was basically how he became Chainsaw Man, and you know, it was something so pretty sad, like how he has to, you know, doesn't have any money and stuff, and lives, sold some of his body parts to pay off his father's debt. Now I guess he doesn't have to because he already killed everyone who was supposed to take the debt from him, like all the Yakuza people. So yeah, so now I think what's gonna happen is the agency which kills demons and stuff is gonna take him under their care, and I think life should be good now for him. Yeah, let's see. So last episode, like basically they are now taking him to their headquarters or something, I think. I still want to know how, like, what's the process of him going back to human? Like, someone has to hug him? Or is it like normal? I don't know. What's the process of awakening the demon, awakening the devil? Denji-san. 先に一つ言っておくね。デンジ君はこれから私に飼われることになります。返事ははいかワンだけ。いいえなんていう犬はいらない。いらないって。鑑識課の知り合いから聞いたんだけど、使えないうちの犬は安楽死させられるんだって。優しい人だと思ったのに。ちょっと好きになったのに、こんな怖い女だったなんて、人を犬扱いしやがってよ。ポチタ死んだの思い出しちまった。私たちも朝まだだったね。パーキングエリアで適当に食べよ。すいません、俺金ないんすけど。好きなの言いなよ。私お金出すから。え？あと半裸じゃ目立つからこれ着な。え？はい。えよ。汚えくせえと言われ、近寄られもしなかったこの俺が、初めて優しくされた。Why is standing, bro? それもいい面の女に。This unfortunately Denji, what Denji, right? Is a sim. Ah, 俺うどんと、うどんと、フランクフルト。いいっすか？いいよ。私はカレーうどんください。はいよ。あ、カレーうどんもいいっす。おっと。デンジ君、大丈夫？いい匂い。いくらでしょうか。デンジ君。すいません、チェーンソーで自分の体も切れちゃって、じゃあ血出すぎて貧血なるみたいっす。どうやってそんな体になったの。飼ってた悪魔が俺の心臓になったんす。信じられないっしょ。俺も信じたくないっすよ。俺のためにポチタが死んじまったなんて。君の状態は歴史的に見ても前例がとても少ないよ。名前もまだついてないくらいにね。その話信じるよ。私は特別に鼻が利くんだ。だからわかる。君の親友は君の中で生きてる。ロマン的な意味じゃなく、体から人と悪魔二つの匂いがするもん。そっか、すげえ、そりゃすげえ。Who needs blood, bro? うどん。うどん。うどん食っていいっすか？うん。大丈夫？
人で食べれる？食べれる。食べれません。はい。あーん。あーん。おいしい？わっ！こんなに伸びてるうどんもおいしいだなんて、君はけなげだね。本当に犬みたい。あの、あなたのお名前は？マキマ。マキマ。マキマさん。好きな男のタイプとかあります？Direct to the point. 電磁君みたいな人。Oh, oh my god. 俺じゃん。Dude, that's me. Lol. So innocent.好きな男のタイプとかあります？デンジ君みたいな人。俺もマキマさんが好きです。デンジ君、こっちこっち。ここがデビルハンター東京本部だよ。ナイス。東京には民間も含めてデビルハンターが1000人以上もいるけど、公安は有給多いし、福利厚生が一番いいんだよ。Just like government office. マキマさんが俺を好きっつうことは、一緒に仕事していくうちにそういう関係になってくんじゃねえか。そういう関係になったら、そういう行為もできるんじゃ。して、そういう行為して。デンジ君。はい。うちは基本制服だからこれ着てね。着替えたら君の同僚に合わせるから。彼の名前は早川亜希。デンジ君より3年先輩。今日は早川君についていきな。え？俺マキマさんと一緒に仕事すんじゃないんすか？そんなわけないだろ。お前とマキマさんとでは格が違う。見回り行くぞ。やだ、マキマさん。おい、立てよ。やだ、俺はマキマさんと仕事するんだ。君の働きぶりが良ければ一緒に仕事できるよ。だから頑張ってね。なあ先輩よ。Oh, a big sim. マキマさんって男いんの？ He doesn't care. なあよ。なあ。ちょっと来い。Why, bro? I think he likes that girl. That's why. お前仕事辞めろ。明日も来たらまたボコるからな。なんでだよ。俺の優しさが伝わらないかな。軽い気持ちで仕事するやつは死ぬぜ。俺の同僚も給料だけ見てデビルハンターになったやつは全員悪魔に殺されたよ。生きてるやつはみんな根っこに信念があるやつだけだ。お前さ、マキマさん目当てでデビルハンターなったろ。ピンポーン。じゃあ何目当てでデビルハンターなったろ。ピンポーン。ピンポーン。じゃあ殴って正解だったな。マキマさんには俺から言っといてやるよ。お前は悪魔にビビって逃げたってな。先輩は優しい人なんだな、おい。Oh no!
俺は男と喧嘩するだけ。股間しか狙わねえ。ブロンド。ああ。俺は今日初めてうどん食ったぜ。フランクフルトもな、初めて人並みの扱いされたし、初めて飯食わせてもらった。俺にとっちゃ夢みてえな生活だ。俺は軽い気持ちでデビルハンターなったけどよ、この生活続けるためだったら死んでもいいぜ。死んでもいいっつうの、酔っぱなし。俺だけの命じゃなかった。マキマさんはな、お前みたいなチンピラが好きになっていい人間じゃねえんだよ。ああ、んだよ、てめえもマキマさんが好きなだけじゃねえ。おー、ノー、お前マジで邪魔ばっか狙いやがった。It's a, I mean, it's a good approach. I mean, someone will say that that's not cool, bro. But I mean, it's effective. Always. Yeah, but. 先輩が金玉の悪魔に玉を襲われました。嘘です。こいつの嘘です。で、どう？仲良くできそう？全然。こいつクズですよ。仲良くできそうでよかった。デンジ君は早川君の舞台に入ってもらう。舞台？このチンピラがですか？うちはただでさえ面倒くさいのが多いんですよ。これ以上変なやつが増えたら。舞台を作った時に言ったよね。他じゃ見ないような実験的な体勢で動かしてみるって。こいつ何者なんですか？デンジ君は人間だけど悪魔になることができるんだ。どうだ、すげえだろ。マジの話ですか？そういうの噂半分でしか聞いたことありませんけど。デンジ君は特別なの。だから特別な対応で扱うことになりました。公安を辞職したり違反行動があった場合、デンジ君は悪魔として処分されます。ん？それってどういうこと？死ぬまで一緒に働こうってこと。お前を見張るため一緒に住むことになった。どっかに逃げたら殺していいって言われてるからな。ああ、マキマさんって悪い人なの？そう思うならマキマさんは諦めろ。お前が悪魔なら殺されないだけ感謝しろよ。俺たちはデビルハンターなんだぞ。じゃあいい人なのか？いい人に決まってる。俺の命の恩人だ。助けて。マキマさん。ね。もう一回抱きてえな。はあ！いちごジャム、梅ジャム、オレンジジャムに。バターと蜂蜜、あとシナモンもかけちゃおう。最強のパンができちまったぜ。What the fuck, bro? What are you?最強だぜ。わお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 。He's living at his house. 長いんだよ。トイレで眠るな。東練馬区住宅内に魔人発生。現在民間人の避難、現場の封鎖は完了しています。目標の魔人は2階奥の部屋に立てこもってる。あとはデビルハンターに任せる。早川さん、隣の人を新人？なあ、魔人って何？はあ？お前、義務教育受けてないのか？おお、受けてねえよ。
人の死体を乗っ取った悪魔、それが魔人だ。おお。え、ああ、それじゃ俺魔人じゃね。違う、魔人は頭の形状が特徴的だ。まあ、見れば一発でわかる。魔人の人格は悪魔だ。今回はお前が殺せ。悪魔になって力を見せてみろ。それで使えるもんかどうか判断する。見るな、殺すだ殺すだ殺すだ、デビルハッターどもが。おい、なんで悪魔の力使わなかった。おい、まあ俺の力使ってで悪魔を殺すとよ、すっげえ痛そうなんだわ。だから、うん、俺もこいつみてえな魔人になってたかもしれねえからな。それでなんか楽に殺してやりたくて。いいか、覚えとけ。魔人も立派な悪魔だ。デビルハンターが悪魔に同情するな。俺の家族は全員目の前で悪魔に殺された。下にいる警察とも飲み行ったことあるけどな、奥さんとか子供を守るために命がけで仕事をしてる。お前以外全員本気なんだよ。俺は悪魔をできるだけ苦しむように殺してやりたいぜ。お前は悪魔と仲良しにでもなりたいのか。友達になれる悪魔がいたらなりてえよ。俺友達いねえもん。その言葉覚えとくぜ。There's nothing like, you know, I don't think there is any catch to killing the devils. Like in Demon Slayer, you have to kill, cut their neck. It's not like that in this anime. だよ。本当はエロ本に血つけたくなかっただけなのに。チェンソーになるとチートビチって汚れちしまうからな。Oh man. 楽に殺してやったんだ。これはもらってくぜ。よし、エッチ確認。デンジの夢を私に見せてくれ。俺もマジでやってるぜ、ポチタ。契約通り夢みてえないい生活してるもんな。その言葉、覚えとくぜ。俺はもう夢にゴールしちまってるからな。あいつはまだ追いかけてんだ。風呂も毎日入れて、いいもん食えて、面のいい女も近くにいて、もう100点の生活なのに、なんか足りない気がする。なんかあったか、マジでマジのゴール。あいつはきっと復讐的なあれだ。あいつらは家族を守ること。マキマさんもなんかあんのか。マキマさんもうねえ、揉んでみての昔に俺には無理だと諦めてたけど、今のまともな仕事してる俺なら揉めるんじゃねえか。いきなり女抱くのは俺には難しい。でも胸なら強い意志と行動力がありゃ揉めるんじゃ。ブロー、ワット。お前以外全員本気なんだよ。そういうことだったのか。見つけたぜ、俺の本気、俺のゴール。それは胸だ。胸だ。おい、話聞けバカ。話？デンジ君には今日からバディを組んでもらう。バディ？公安では小規模任務とかパトロールは安全のため二人一組で行動することになってるんだ。ちょうどよかった、来たみたい。気をつけてね、彼女は魔人だから。おうおう、ひげ伏せ人間、わしの名はパワー。バディとやらはうぬか。パワー？名前パワー？え、つうか魔人なの？魔人がデビルハンターなんてやってもいいのか。まあいいか、よろしくね。魔人は悪魔と同じ駆除対象なんだけど、
パワーちゃんは理性が高いから早川くんの隊に入れてみたんだ。前にも言ったけど、公安大麻特異四課は実験的な部隊なの。結果が出せなかったらすぐにでも上の方が実験的な部隊なんだ、うん、前にも言ったけど公安大麻特異四課は実験的な部隊なの。結果が出せなかったらすぐにでも上の方々が解体しちゃうかもしれない。そうなったら君たちがどうなるかはわかるよね。She's the same as him, I think. パワーちゃんは頭の角が目立つから人通りの少ない場所だけパトロールすること。人間、早くなんか殺させろ。わしは血に飢えてるぞ。ある程度の理不尽なら辛いよけりゃ許せる。問題はどうやって胸を揉むかだ。もし民間のデビルハンターに会ったり警察官に職務質問された時は、公安大麻特異四課でーすって言って手帳を見せれば嫌な顔して帰っていくよ。全然悪魔いねえじゃん。多分わしのせいじゃん。わしは魔人になる前は超恐れられてた悪魔じゃったからの。わしの匂いで雑魚悪魔は逃げてくんじゃろ。はあ、じゃあ俺たち結果出せねえじゃん。何か聞きたいことがあったら早川くんに聞きな。彼が君たちを組ませたから。やろ、俺をはめやがったな。パワーと組ませて俺を活躍させないようにして俺を辞めさせる気なんだ。血の匂いじゃ。The Cucumber Devil. Oh, oh. No.Nani? Okay, that was it for episode number 2 of Chainsaw Man. It was cool, man. Like, it's anyway, it looks pretty cool to me so far. Yeah, let's see how it goes for other episodes. I think we have 13 episodes total, if I'm not wrong. 12. Yeah, that was it for episode number 2. I hope you enjoyed it. And let me know in the comments any recommendation, any suggestions. And I'll see you next time. Sayonara. Oh,